いやー、だいぶ休みました。ボトルも1本飲み切りまして、今度この上まで行くらしいです。いやー、ちょっといい感じの音楽になってきて、ムードが出てきたんで、真鍋君がジャンパーを脱ぎまして本気になりました。バランスを確かめてます。よいしょ。これちょっと上がんないでしょ、これ。もう最初からあれですね。これは高台の沈み上がります。はい、先行かないと抜けないでしょ、あなたたち。あ、やばい。うわ、すごい。これすごい見晴らしだ。あ、やばいやばい、引っかかってる。大丈夫？うわ、怖っ。なるほどね。これは、やばい。これちょっと無理だな。止まると、いや、真鍋君 18% ですよ、さっきんとこ。ここでも 13% とか 12% ですけど、平坦に見えます。これ山川方面でいいんですか？はあ、いい感じの道に、はあはあ、ここの高貝の石積みはうちの真田先生がなんか石積み塾みたいなのをやってたところで、ここなんですね。抜いていきますね、軽快に。うわ、うんこが。
そう、ラスト。本当だ、帰り道っていう。血文字ですね、これは。軽快な二人ですね。ちゃんと止めます。